こんにちは、飼い主です。今回はこれまでの動画の中でちょこちょこ匂わせていたドリームハウスプロジェクトの様子をお届けします。ドリームハウスプロジェクトとは、アベニーパファーの故郷であるインドの川を水槽の中に再現するプロジェクトです。我が家にいるフグたちに少しでも満足度の高いフグ生を送ってもらうために思いつきました。今回はピーナッツや大豆さんがいる先輩フグ水槽とまだ小さなアベンジャーズにご参加いただきます。こういった生態の生息地を再現するアクアリウムをしようと思った時、出会ったのがワイルドアクアリウムという考え方です。自然界にある本物の水系を水槽の中に再現するというアクアリウムのレイアウトスタイルのことを言います。松畑さんという方がアクリムさんという団体を運営されており、そちらで提唱されている考え方でもあります。アクアリウム東京というイベントでも講演されており、興味深く拝聴しました。そんなアクリムさんから仕入れた情報と YouTube で必死で検索して見つけ出したインドの水辺に生えている水草やワイルドのアベニーたちの動画も参考にしながら構想を練りました。そして素材を集める段階に入ります。最も苦戦したのは川底にある石の入手です。かっこいい石はアクアショップでたくさん販売されているのですが、丸い川底石は案外置いてないことにも初めて気がつきました。そこでお世話になったのがアクリムさんです。アクリムさんはアクアリウム東京やアクアリウムバスなどのイベントでワイルドアクアリウムに必要な素材を販売されています。そこで念願の川の小石を手に入れました。そしてアクアテイクイーサンで水草を購入しました。アクアテイクイーサンはフグが定期的に入荷されている、ずっと気になっていたショップさんです。またアクアリウムハウス春さんにもお邪魔しました。流木はもうここでしか買いたくないかもっていうくらい私はお気に入りになりました。水草も量は多くないものの取り扱いがあり、少量をお得に購入できるように思います。こうしてアクアショップをはしごして購入した素材がこちらです。イメージ通りに水槽を作り上げたいですね。新しい水槽はチャームさんで購入しました。この段ボールを開封している時間はプライスレスだと思います。今回チョイスしたのは45センチ規格水槽です。このサイズは我が家で最大のサイズとなります。一人で抱えて管理できるマックスのサイズだと感じました。今回は川底を表現するためにいろんなサイズの砂も購入してみました。水槽台に洗った水槽を置きますが、一度置いたらなかなか動かせないこともあって、ちょっと神経質になってしまいます。場所が決まりました。続いて底砂を敷いていきます。傾斜はちょっと左側に寄せて敷きました。粒が大きめの砂や石、流木が堆積している川べりを表現したいと思ったからです。そして粒が細かい砂を敷いていきます。いざ敷いてみると、傾斜と砂の境目がはっきりしていてアンナチュラルな感じですね。なんか思ってたのと違うと思いましたが、境目を混ぜ返す勇気もなく、とりあえずこのまま作業を進めました。注水すると流木が浮き上がってきたので、
石を重しにして沈ませます。小枝を無造作に入れてみたらそれっぽくなるかなと思ったので突っ込んでみます。なんかそれっぽくなった気がして嬉しくなりましたが、自然の水景とは程遠いです。フィールドワークの不足を明らかに感じて、ワイルドアクアリウムを目指すと言っていた自分がちょっと恥ずかしくなりました。そして水草を植えます。ワイルドとは程遠く、ビオトープアクアリウムに近いのかなとかいろいろ思いましたが、アベニーたちの故郷を思いながら一生懸命作ったので、愛情はいっぱいのレイアウトになりました。早速完成した水槽にフグたちをお引っ越しさせます。今回はアベンジャーズから先にお引っ越ししてもらいます。先輩フグの方が体格が大きいので、小さい子の方から入れた方がいじめが起きないかなと考えたからです。早速入居したアベンジャーズの一匹は水槽の隅っこにとどまっていますね。大きなお家に引っ越したので、小さな体がなおさら小さく見えてとても可愛いです。まだまだ豆粒のように小さいアベンジャーズが続々と新しい水槽に入っていきます。新しい水槽に移った子たちはご覧ください、流木の下で落ち合っています。2匹で会話してるみたいで可愛いですね。寄り添っています。ちょっと心細いのでしょうか。水槽の右側の方でもアベンジャーズのうちの2匹が寄り添って一緒に泳いでいます。ワイルドのアベニーも普段は集団生活をしているので、慣れない環境にお引っ越しして本能的に団結しようとしているのかもしれません。寄り添いながら泳いでいる感じがとっても可愛くて、いくらでも見ていられますね。今回立ち上げたインドの川水槽は水草や生態すべてがインド出身であるということにこだわりたいと思っていたのですが、もともとお世話になっていたミニコリさんたちももちろん一緒に引っ越してもらうことにしました。我が家の水槽の安定に欠かせないタンクメイトさんなので、今後もアベニーたちと仲良く暮らしてくれたらいいなと思います。次回の動画でもお引越ししたてのアベンジャーズたちの可愛いういういしい様子をたくさん撮影することができたので、余すところなくお届けしたいと思っています。この動画が少しでもいいなと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。